ほら、こんだけメス、メスこんだけ取り巻いてるオスだから相当でかいんじゃない？ふっと、ふっと。こんにちは、ステイくんです。今年もですね、離島壱岐の方に来てしまいました。今回はね、超弾丸で来てるんで、いろんなポイント見て回って昆虫採集、ウカザ採集やっていこうと思います。でかいクワガタヒラタ、70ミリ、80ミリアップワンチャン狙っていこうと思います。それでは、やっていこう。ということでね、ポイントをね、順々に回っていくんだけど、ポイントによってはね、両手使わなきゃいけないから、GoPro で撮影する場所もあります。ここはどうだろう？去年はね、ここね、白筋カミキリがついたような場所なんですけど、あとね、でっかいカブトムシ。やっぱ時期的にはカブトはまだ早いんだろうかな。うわ、いるやんとか言ったらカブトいました。バシッ。うわ、ここヒラタも入ってるわ、ここ。ヒラメスかな？絶賛産卵中かもしれないですね。メスはね、あんまり持って帰らないようにします、今回はね。ってことで1匹目、カブトオス。まあ、正直ね、正直な話、一気に来て、捕まえた数なんか数えてらんないんで、最初だけです、数なんか言ってんの。ここはカブトとカナブンばっかりだね。よし、次行こうか。ポイントに入ってきたら早速いるじゃん。ちょっと待って、足高がおる、邪魔。もういたわ、イキヒラタ。カブトムシ死んでるね。カブト死んでます。やば。さすが離島、あ、そこいるね。よし、行こう。いや、数やば。どんだけおるん？一箇所に平田。うぅ、え？ 2、3、は？えぐ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 。は？ちょっとえぐ。メスめちゃんこ入ってんだけど。下オスいない？でかい、でかいでかい。待って、クソでかいのが目の前にある。ほら、こんだけメス、メスこんだけ取り巻いてるオスだから相当でかいんじゃない？何十ミリアップ？まあ、他の平田を押しのけているくらいだからね、ここにね。相当でかいでしょ、なんか。かなり太い気がするんやけど、上顎これ。だが、動く気がない。は？待って。絶対、ウロだけ割らないように気をつけながらね。嘘でしょ。何ミリあるこれ。いや、70はないかな。70ないかもね。どうだろう。いや、でもありそうじゃない？ワンチャン。あ、あります。うん、皆さん聞いてください。うん、普通に70ある。うん。あ、全然、75ぐらいあるこれ。下手したら。うわ、ノギス持ってこかったの見つかったかな。新生虫ですね、ちゃんと。新生虫の、そうですね。75ミリアップの平戸ですね。危ない危ない。はい、この子はお持ち帰りですね。一応何匹取れたか計測するためにこれ入れてますけど、さっきのさ、今取れたのが75ぐらいで、お前何ミリぐらいあると？お前も結構でかいね。60は超えてるよ、マジで。あ、67ぐらいかな。うん、これがだってジャンヒラサイズだもんね。だってこのジャンヒラサイズのヒラタをどけてたこいつがこれだからね。やば。バグだろ、マジで。息バグりすぎ。バグり散らかせー。一応他にいないかな。あー、上にめっちゃメス入ってはいる。多分オスも入ってるけど、まあ別にいいや、メスは。多分さっきのオスと交尾してるようなメスだろうから。上もウロあるんだよな、ここな。うわ、上でかい、平田入ってるよ、あれ多分。死ぬかと思った。でかい平田。めっちゃヒラついてるけど、ここ奥にもいるもんね、一匹。いや、2匹ぐらいね。いや、2匹どころじゃない。めちゃんこ入ってる。ちょっと待って。やっぱメスだ。全部入ってるメスだ。オッケー。オッケー。俺がさ、木に登った影響で、めちゃくちゃクワガタ落ちてる。これも同じイキヒラタのオスですからね。えぐい、ここ一応息やばすぎる。個人的にはね、でっかいノコギリみたいんだよね。
この木は今回、今は JK ってないね。毎年大体この辺から JK 出てるんだけど、今は JK ってないね。このクヌギはどうかな。ここもね、毎年ノコギリや兜がワンサがついてる、アシダカグモがついてる。ってことは JK は出てんのかな。コアシダカかな、わかんないけどついてますね。でもついてないね。樹液は出てなさそうやな。あ、でもトモエが来てる。めっちゃビカビカ、あ、ビッカビカのトモエが来てますね。ここね、ビカビカ。うちなんか1年に1回か2回しか来ないからさ、マジで場所覚えてる。待て、あ、カブとか。おーおーおーおお、すごあ、えぐあ、え、ちょうどエッチしてるところのカブ、平田クワガタいますね。ちょうどエッチしてます。うん、絶賛エッチ中。おが、側よしてよして。待て、あっぶねー。遠く出すまでもなかった、出てきてた。まあまあいいぞ。赤いな、この平田。平田赤いっすね、めちゃくちゃ。めちゃ赤生き平田ちゃんです。やば、おお、わー、合体してることはどっか行っちゃった。カブトの量がでっか。なにこれ、は15センチぐらいあるよこいつ。怖い。じゃあ触んなって。ああ、め、もうでかくねお前。あ、おいバカか、マジどんだけカブトムシついとるや。おい、上までぎっしりカブトムシやんけ。おい、トッポもびっくりやないかこんなの。あれはクワガタカブト。カメラのズーム機能で見ましょう。カブトですね。てかこいつ赤っ、角まで真っ赤なんだけど、やっば、なにこれ。てかやっぱ息、ま、やばいな、ここ。ちょっとこれ取ろうか迷ったけど、もうちっちゃいからもう拝借するのやめます。カブトムシがマジで踊り食いみたいな状態になってるね。ほら、カナブン、カナブンもさ、よう生息してるよな、こんなところに。本当にお前ら、こんなところに生息してるお前らが不憫やわ、正直言って。俺からすればこんなでかい平田やらでかいカブトやらしか、いたたたた、チクチクしてるし、しかおらんようなところで生活してるカナブン、かわいそう、マジで。正直言ってカナブンに同情するぜ。これ多分キシタバですね。何キシタバかは知らんけど、ほら、ハエの下にキシタバ特有の模様がある。これ息でさ、本気でカブトムシ集めたら何匹取れんだろうね。バカみたいな数いそう。あんま覚えてないけど、クヌギ生えてるから一応来てみた。この辺結構最終圧ひどいみたいで、人がね、よく来てるっていうのはよく聞くんで。おーっと、でかくねお前。でかくないか。なんかポッとついとったけど今。うん、なんか何のあれもなくポッと。ムカデ多すぎん。うん、ムカデ多すぎんか。うん、何事もなくポッとついとったけど、お前でかくない。70ありそうだね普通に。えーい、えー、ずーん、何かすごく綺麗なガがいます。このサイズのクワガタがポンポコポンポコ取れるんやから、マジよ、クソおもろいよな。ちっちゃい頃に見た夢が今叶ってる感があって、マジ楽しいわ。息来ると、息はマジで毎年一回来ないとダメ。おー、やっぱ秋にれあったけど、この秋にれはクワガタついてなさそうかな。そうっすね。まあでもついてなさそうだね。去年はここにね、平田が入ってましたね。今年はついてなそうかな。ま、クワガタのポイントなんてね、点々としますから。ちょっと簡易的なね、計測にはなっちゃうけど、簡易計測タイム行こうか。どっちが先取ったやつかな ?70 ぐらいあるんじゃない。あ、70はないっすね。68とか、60、あ、ギリ70ないかなぐらいやね。ギリ69とか8とかその辺かもしれないですね。ってことはこいつはもうないだろうな、70は。もう、津島平田みたいなクワガタやな、これな。大顎長すぎて。あ、この子は67、8ぐらいですかね。まあもうね、やけ俗に言うジャンヒラっていうのがね、ボコボコ取れるのが離島域ですから。壊れてますよ、この島マジで。あ、これ、ひっくり返っちゃった。ちょっと、あー、じっとして。元気だね、本当に。ただ、バカみたいな数取れてはいるけど、まだノコがね、一匹を見れてないからね。まあ7月上旬っていうのはあるけど、ノコの発生はもうしてていい時期だとは思うんですよね。よいしょ、この近辺はですね、俺が去年77ミリアップの平田を取った場所なんですけど、ここじゃね、この木じゃね、は
ええこの木だよ。は？ちょっと待って、信じられんぐらいでかいのまだついてんだけど。